長からの正式な許可書。記念碑に立ち寄った方がいいかもしれない。敬意を表するためにね。自由公正同盟はいらない。そうなれば首なんで。分かった。手続きを始めるよ。偉大なる UC の官僚主義をしっかり味わうチャンスは逃したくない。大使館に用がないんならさっさと立ち去った方がいい。自由公正同盟なんてただの戦争屋と人殺しの集団よ。自由公正同盟を倒せ。なんで怒ってるかって、本気で言ってる？自由公正同盟はあんなひどいことをしたのよ。責任を取らせないと。コロニー戦争はあってはならない悲劇だった。数えきれない命を救えたはずなのに、自由公正同盟は報復に出たのよ。自由公正同盟は私から父を奪ったのよ。でも私はそんなこと望んでない。前になんて進みたくない。毎朝目を覚ますと同時に自由公正同盟から受けた集中を思い出して怒りに震える。誰もがそうするべきなのよ。 UC のみんなのため裁きを下さないといけない。取り壊してほしいに決まってるじゃない。あんなことをしておいてここに自分たちの大使館を置いてるなんて本当に腹立たしいわ。取り壊せ。全部解体しろ。外交？そんなもの自由公正同盟に対しては何の意味も持たないわ。法律も条約も破り放題なんだから無駄でしかない。了解よ。同盟との戦争からもう20年も経ったなんて信じられないわ。まるで昨日のことみたい。アポがあるなら入り口で確認してもらうといい。来客が？大使はオフィスにいる。どうぞ。空いていいぞ。来客、つまりあなたが入れるのはロビー、オフィス、あと会議室だけよ。率直に言うわ、自由公正同盟と関係のある場所には行きたくないけど、あなたが行くならどこでもついていく。複数あれだけ警備してても自分たちの宇宙港さえ守れないなんて、 UC にはまた失望させられたわ。そんな知らせを SSNN の放送で知るなんてね。ロングさん、私たちは戦略的優位性を維持しなくてはならないのよ。もちろんですね。二度と起きないようにします。ちょっと、ここで何をしてるの？入っていい場所は会議室とロビーと大使のオフィスの3つだけよ。その他の場所は、まったく、あの人は。ああ、すまない。待ってくれ。あなたはヴァンガードの船長か。警報が鳴った時ちょうど宇宙港行きのナットに乗るところだったんだ。運よく難を逃れたよ。もっとひどい事態にならなくてよかった。ありがとう。まあとにかく本当に助かったよ。まあとにかく公務で来たんだよな。大使は何でも自ら対処したがるんだ。補佐役として訓練を受けた外交官がいるのに。それにアキラシティには送り返されたくない。だから大使と話をした方がいいだろう。私と働きたいのか？そのどこか人のいないところで話をしよう。
それで協力してほしいと。でもどうして私なんだ。その考えは正しいだろうな。それにここで起きたことは他の町で起きないようにすべきだ。それで何をしてほしいんだ。コードマシン、あそこには大使しか入れないようになっている。悪いな。まず大使の生体認証キーが必要だが、彼女が常に携帯していて入手は難しい。スプーンで原子分解させる方がよっぽど簡単なくらいだ。居住エリアに、それならできる。それで UC はそれと引き換えに何を提供してくれるんだ。待ってくれ、雇ってくれるんじゃないのか。賄賂は受け取らないぞ。本当か。よし、取引成立だ。大使の居住エリアにつながる共同校があって、大会議室から入れるようになっている。これを鍵だ。とにかく共同校への出入りをセキュリティに見られるんじゃないぞ。とんでもない問題になるからな。私は UC からの追加指示を待つ。ラドクリフは夜中も仕事をしているから、彼女が入ってくる心配はないはずだ。失礼だけど、約束はあるの？ああ、マッキンタイヤが話してた人ね。目撃者、宇宙港にいたそうね。あそこでの活躍には本当に感謝してるわ。多くの人命が救われた。それから他にも言ってたことがある。聞き間違いかもしれないけど、みんなを守るため銀河中で最も厳重に保管されている情報の一つ、テラーモーフのデータをUC が停戦アーカイブから取り出したがっているとか。私の聞き間違いだったと言いに来たのよね。まさか地元の英雄が連合を代表して頼み込みに来たわけじゃないでしょ。そうよね。やめて、恥をさらしてるだけよ。はっきり言うわ船長、お断りよ。あの情報は危険だからあそこに保管されてる。それを解放する責任を取る気はない。お互い時間を無駄にするのはやめましょう。さあ行って。あなた本気なの？いいわ、一度だけ説得するチャンスをあげる。一度だけよ。わかった。船長、はっきりと伝え、話して。おだてたって自由公正同盟の利益に反することはしないわ。私はアーカイブを封じたままにしておくことで、これ以上の死を避けようとしてるのよ。それだけでもUC は大きな被害を与えられる。船長、悪いけど答えは変わらない。 UC には別の方法を見つけてもらうしかない。さあもう行って。
戦闘検知、再生接続中。ああ、大事、キャビオン。大丈夫ですか、大使。総督評議会が私の参加の申し入れを拒否したみたい。果たしても、つまり私たちはこの入植地の檻から死ぬまで出られないってことよ。でも、手早く片付ける方法が必要ね。ぜひ通しましょう。一体何を言おうとしているんですか。私の妖精が毎回退けられるのは議席を増やしたくないからでしょ。でも議席が空いたらどうなると思う。エリアスの考えも昔とは違うし、いなくなっても誰も悲しまない。でも少し休んだ方がいいですよ。ただ考えてみて、そういうことの専門家に連絡が取れるかもって。おやすみなさい。船長、はっきりと伝えたはずよ。アーカイブへのアクセスは許可しない。何ですって？何の話をしてるのかわからない。どうやって？ダメよ、評議会に知られたら地位を失う、追放されるわ。もしかしたら。ねえ、もう一度最初からやり直しましょう。ここで重要なのは信頼関係でしょ。つまり秘密を守ってくれると信頼できれば、 UC がアーカイブへアクセスすることも認められるかもしれない。冗談でしょ。わかったわ。どうかお願い、裏切る計画だったなんてことを上司に言わないで。あれはただの話で、それ以上のものじゃなかったの。それにあなたは友人として、そんな話のせいで勢力間の協力が妨げられる事態は避けたいはずよ。まあいい機会だと思う。両勢力を満足させつつ、この一連の手続きにおける正当性も確保するのよ。あなたが入手できるのはテラーモーフに関する情報だけ。他のものを入手すれば怪しまれる。そして研究内容は全て監視される。自由公正同盟の科学者が全て正しい目的のために使用されるよう見守ってゆく。でもその2点で疑惑は全て解かれるはずよ。一体何を。ああそうね、忘れるところだった。どうぞ。さあ目的のコードを手に入れ、先に進んで。すぐに用意できるでしょう。さあどうぞ、口をつぐんでもらうには十分なはずよ。想像と全然違うわ。装飾用に飾ってた植物が
大使館全体を覆うように成長したみたいね。木を見るのは生まれて初めてよ。枝が行く手を塞いでなかったらもっと素敵だったの。
困ってるの？何かいいものはあった？さて、罰とおぼしきものが真意となるか、グレートサーペントのお考えを完全に知ることはできないと痛感させられる。お前に耐え忍ばせた試練についてはお礼とお詫びをさせてくれ。さあ話をしよう。決して理想的な対面の仕方ではないな。壊れかけたインターコムを通して大使館を案内するとは。我慢してくれて感謝している。上の階にある毒の木は私が思っていたよりはるかに広範囲にわたってシステムに入り込んでいたようだ。だが閉じ込めておくのは忍びない。だが教えてくれ、外はどんな状態だ？放送では襲撃があったと言っていたが、大使館はその後で電力サージが起きて何も聞こえなくなった。町全体が同様の被害を受けたのか？無害な奉仕だ、保証する。だが移動が困難だ。だからインターコムを通じて指示を送っていたんだ。環境制御を回復させてあの部屋から出られるように。実は樹液がな、あ、いや今この場で話す内容ではないかもしれない。だが町全体の状況を知りたい。まだ無事なのか？お前のいた場所でそんなことは起きなかったということか？ああ、大使館全体がロックダウンされて私は自分の部屋から出られなくなり、毒の木のフィルターは止められ警備システムが作動した。当惑したと言わざるを得ない体験だった。町の他の場所は平気だったのか？もう少し片付けるべきかもしれない。めったに来客がなくてな。歓迎する客人はさらに少ない。さあ、このようなタイミングでお前が来たのはグレートサーペントのおぼし飯だけではないだろう。お前がUC から派遣されてきたのは明らかだ。他に入って来られる者はいないだろう。放送では宇宙港でテラーモーフが出たという話をしていた。懸念すべき事態であるのは間違いないが、こんなところへ来ても私にはせいぜい熱心に応援するくらいしか。ああ、アーカイブコードか。UC は情報が必要なわけか。テラーモーフに関する情報だな。違うか？人の命を守ることこそアーカイブの目的だ。そこにあるデータをさらなる襲撃の阻止に使うことは理にかなっている。だがお前のアクセスを許すには条件がある。バルーン家は長年虐殺者としてのみ知られてきた。私たちはそのような遺産を捨てたくてこの大使館を築いた。だが成功していない。コードと引き換えに条件がある。これが必ず正しいことに使われるようにしてくれ。バルーン家が殺戮にばかり結びつけられないようにするために。お前が求めている知識は悪ではない。どの知識もそうだ。それを悪にするのは人間だ。これが人々の命を救うために使われ、危険にさらすためには使われないと約束してくれ。正しく使われるためにできることは何でもするわ。ならば心配は無用だな。さあ来てくれ。
まだ機能するといいが。さあ、準備をしっかり整えるのとやたらに荷物を多くするのは全く別よ。バルーン家をただの虐殺者にしてはおけない。バルーン家の問題は身内の問題だ。彼らは去った。この件に関して言えるのはそれだけだ。バルーン家は停戦協定を重んじている。グレートサーペントが望んだと言われている。そしてそのようなことを気まぐれで決めるとは思わない。だから同胞が去ろうとも私は残った。私が適切だと考えるやり方でグレートサーペントの意思と全ての信者の権利を守っている。なんとかなった。むしろ楽しくさえあったよ。同胞がこの大使館で一緒にいる間はな。我々はこの場所を見慣れた故郷へ近づけようと手を入れたんだ。原生植物に頭像にグレートサーペントとの絆、それらを一緒に運び込んだ。しかし同胞がいなくなってからは辛いな。だがグレートサーペントは苦難の時にいつも道を示してくれた。グレートサーペントは神以上のもの、運命そのものだ。創始者の次男バルーンがコロニー連合を去って遠い星へ向かったのは140年前だ。そしてグレートサーペントの命により現在の強大な家を築いた。今日の我々を作ったのはグレートサーペントだ。その声が我々に語りかけてくる。闇の中を導き、往々にして宇宙が提供できずにいる意義を我々の命に吹き込んでくれる。がわからない。船長、大使館の工作員からいくつかメッセージが届いたんだけど、本当に成功したの？ラドクリフとバルモールを相手に。彼は生きてた？二人とも本当に同意したの？それは素晴らしい。ラドクリフが賛成するかどうか不安だった。どうやって成功させたのか、報告時にあなたが使った具体的な方法を知るのが楽しみ。でもしばらくお預けね。とにかくお見事ね、船長。さあ、アーカイブモニターの手続きは全て済ませてある。そこに着いたら UC のモニターからコードを使う方法について指示があるはず。それに従うのよ。さあ、UC のコードとアーカイブ用アクセスカードよ。入り口は広場の反対側、マストの向かいにある。あそこでは一切おかしな真似はしないように。Thank you.
りました。監視ステーションにお向かいください。規則をご説明します。アーカイブへようこそ船長。先へ進むには対応する3つのソケットにコードを入れてください。認証が完了するとドアが開きます。データはユニット18にあります。他のユニットへアクセスすることはできません。データを回収したら入り口にお戻りください。準備ができたら最初のアーカイブコードを入れてください。船長、仕事中に来客があると聞いて驚いたわ。あなたが予定している勢力間の連携についてちょうどサノン少佐と話し合っていたところ。いいアイデアね、解決に携わってもらうの。隠し事などないとはっきりさせてね。きっと素敵なお客様でしょうね。さあ船長、書類を少佐に送って次の動きについて話し合ってきたの。そろそろちゃんとした答えが欲しい。これまでの考え方が間違っていたのか知りたいし。だから準備をお願い。ええ、その予定よ。パーシバルと私は被害をもたらした。これはそれを償うための第一歩よ。それに彼女に約束してもらう必要はない。同盟と一緒に監視することになるから。了解、任せて船長。データの件が済んだところで実際にどこで仕事に取り掛かるかを話し合っていたの。あなたがパーシバルを見つけた火星のレッドデビルズの本部ならぴったりだわ。すでに設備があるし安全対策もできてる。独立した監視団を配備できる余裕もあるかもしれない。ただし補佐官は先にもういくつかあなたと話すことがあるようだったけど。ええ、特に重要なのはあなたに市民権を与えることよ。じゃあ火星で会いましょう。船長、こちらへ。それでは船長、 UC の市民になる準備はいい？それはない。今までどこにいようとこの先どこで市民になろうと関与しない。一度 UC での地位を得たらそれはあなたのものよ。よし、話すべきことは他にもあるから短縮版でやりましょう。手を挙げて。船長、これまでに示してきた行動を考慮し、あなたに UC における地位を与えます。あなたは市民であり続ける限り、奉仕、勇気、精神力、互いの利益を守ることを重んじ、そうした精神を育むことを誓いますか？それでは船長、あなたもこれで UC の市民よ。ようこそ。はい。公式 ID と市民権許可証よ。広場にあるアフェリオン不動産の事務所にも
あなたが不動産を購入できることを知らせておいた。もう一つ話さなくてはいけないことがあってね。 UC のある人物からあなたと話したいと言われた。ただしその人物は難しい立場にある。通常ならこんなこと考えもしないんだけど、この人物はテラーモーフの対処に役立つ情報を持ってると考えられてて、それをあなたにしか渡さないって指名してきたのよ。これから目にすることについては全て機密情報として取り扱いに注意すること。他言無用よ。条件に同意できる？悪いけど了解がもらえないならこれ以上のことは教えられない。どう？そこまでいかないことを願うけど。エレベーターでサブセクション7へ向かって、そこへ到着するまでにアクセスの許可を手配しておくから。今は買い手市場、引っ越すチャンスよ。アフェリオン不動産へようこそ。私はゾラ、何でも受けたまわるわ。今日はどんなご用？家探し？あるいはもっといい物件に引っ越したいの？それともちょっと見に来ただけ？無理もないわ。いい街だものね。 UC の宝みたいな場所よ。他に質問や物件の見学希望があればいつでも言って。だったらよかったんだけどね。 UC の規制もあるし、この街の需要もあって、まだそこまで手を広げられていないのよ。だけど状況にはしっかり目を光らせてるわ。もう少し余裕を持てるよう積極的に働きかけてもいるの。まずはお祝いさせて。コロニー連合の市民になれたみたいね。おめでとう。空いている物件を確認するわね。今手に入れられそうなものといえば、ウェルの小さな物件ね。少し手入れが必要だし、場所も理想的とは言えないけど、最初の一歩としてはいいかもしれない。タワーマンションのペントハウスアパートメントがあるわね。あっといけない、所有権は政府にあるんだった。まあまた売りに出されたら連絡するわね。良さそうな物件でしょ？よかった。とても居心地のいい物件よ。きっと気に入るはずよ。早速取引の手続きをして所有権を譲渡しておくわ。これでマンションはあなたのものよ。おめでとう。ニューアトランティスでの時間をどうぞ楽しんで。